したかね。どうでしょうか。帰りましたかね。どうすか。どうかな。どうすか。多分大丈夫そう。あ、大丈夫そうですね。かな。コメント。はい。コメントも、あ、大丈夫ですね。OK です。はい、じゃあ。はい、じゃあ、はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。まあ、第3回、不思議のダンジョン RTA フェスをご覧の皆様、まあ、深夜に、こんな大人数、ありがとうございます。ありがとうございます。ここからはね、まあ、ちょっと、まあ、ローグライクゲームがね、すごい、ズバババッと2日間来たんで、ちょっとここで毛色を変えて、毛色と箸休みをね、そう、毛色を変えて、ちょっとね、あの、おみくじの時間に、そうね、のたまのおみくじの時間ということで、そうで、はい、じゃあちょっとおみくじやっていきましょうか。ちょっとおみくじやっていきましょうか。ちょっとやっていきましょうか。はい。はい。さあ、まあ、今日のね、運勢が決まりますから。どこにしようかな。じゃあ私ここ。もう行く？あ、もう行ってんね。行くよ。もう行って、行くよ。はい。お腹全然ストレートなんだけど。うっしゃい。うち変わんねえんだけど。今日から今日と大凶、大凶から大吉になったということでね、もう今日は患者さんに全てお任せします。はい。ということで、キャバはこれぐらいにして、はい、改めまして、パワポケダッシュ、地獄ダンジョン編を走らさせていただきます。奏者の一人、ガジェと申します。はい、そしてもう一人が、同じく、パワポケダッシュ走らさせていただきます、カグロタンスと申します。まあ、今日のね、午前朝8時ぐらいですね、チルの剣山を、まあ、並走で走っていたりとか、前回のね、開催、フェスの開催を見ていただいた方には、試練3とかを走っていた人っていうふうに、思っていただけ、思い出していただければいいかなと思います。はい。まあ、なんかこんな感じでいろんなゲームやってます。はい。でね、そう、なんと、このガジェさんと私でちょっとこうやってフェスに参加させていただくのは今回で3回目。第1回が風来の試練2の、ストーリー TA の解説を2人でやらせていただいて、第2回が、風来の試練5、爆発の言えば TA の、ガジェさんが奏者で私が解説をやらせていただきました。で、今回は、私とガジェさんで、パッペダッシュ2人とも奏者でやらせていただくということで、まあね、3回目ということで。3回目ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、まあ、どうなることやら、わかんないですけど、ね、頑張っていきますんで。頑張っていきましょう。はい。はい。はい、ということで。で、まあ、じゃあ早速ゲームの方の説明に入らさせていただきます。パワポケダッシュ2006年の3月に、GBA にて発売しました、野球ゲームとなっております。で、今回ね、遊ぶ、作です。物語。当然、少年野球をやって、親父を、ね、助けるというすごい夢の詰まった表サクセスではなくて、その裏サクセスである地獄ダンジョン編をやらさせていただきたいと思います。パワポケというゲームはですね、なかなか野球バラエティという独特なジャンルを持つゲームなんですけど、その表の野球をやるというストーリーの裏に、野球と一切の関係ない裏サクセスという、ストーリーが存在しています。シリーズとして存在しているのが特徴ですね。そんな、パワポケダッシュの裏サクセスが、ローグライクの方になっていますので、こちらで走らさせていただきます。で、今回、昨年、スイッチで発売したパワポケポケット R っていうゲームの早期特典購入で DL して遊ぶこともできるゲームとなってます。早期購入特典は、2022年5月26日の木曜日までに、パワポケダッシュ R を買うと、このパワポケ、パワポケ R か、パワポケポケット R を買うと、パワポケダッシュを早期購入特典として遊ぶことができますのでね、ぜひ興味を持った方はそれまでにご購入いただければなと思います。はい。で、今回、野球やろうぜ。野球やろうな。で、今回は、画面左側の、家具のタンスが GBA 版、画面右側のガジェがスイッチ版でプレイしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではカテゴリーの説明をお願いします。はい、じゃあカテゴリーの説明を簡単にします。今回この地獄ダンジョン編、この右ですね、この右の、まあ、25階、まあ、一応ローグライクなんで、まあ階層ね、下り階層なんですけど、 25F にあるとあるボスをね、クリアするまでのカテゴリーとなってましてですね、
まあ、一応グリッチレスっていう風になってるんですけども、何が禁止なのかっていうと、まあ、1階にある倉庫はあるんですけども、それを使ったアイテム無限使用バグも禁止で、もう1個が、まあ、僕だけなんですけども、あのスイッチ版でなんとクイックセーブとクイックロードができるんですけども、まあ、それはまあ当然禁止ということで、まあ、その2点が禁止ということで、まあ、とりあえず 25F まで行きましょうということで、はい、はい、じゃあ続いて、次はキャラメイクの話ですね。じゃあキャラメイクしながらちょっと話させていただきましょう。はい、まずじゃあ普通に名前は適当に、決めていきましょう。どうだったかな、適当ですからね、適当ですからね、適当ですね。これはもう思いついた文字をちょっと入力してだけなんで、そうあ、適当に入力したら私ちょっと不思議って名前になりましたね。不思議だな。ああ、偶然ですね。僕、なんか適当に打ったら RTFS って言っちゃったんですよね。ああ、これ合わせて不思議 RTFS。RTFS よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、はい、ここで守備位置の方になります。守備位置、投手と野手で能力が変化します。ここは、左、画面左の私、角のダンスがピッチャーで。右側のガジェさんが、野手で進めていきます。はい、じゃあ僕は外野手で、はい、行きましょう。はい、まあ、詳しい説明はね、やりながら説明していきたいと思います。右側基本的には、まあ、あと右打ちとかあんま関係ないんで、基本的には右打ちですね。で、ここの打法や投法、ここでもステータスが変化します。投手の私は鏡投法を選択します。僕の打法は神主ですね。まあ、顔色は特に関係なく、じゃあ僕茶色にしますね。はい、はい、さらに野手の場合はここでさらに能力の、上昇値を変更することができます。では岡井さんは何ですか。私は野手なんです、存在しないんで、はい、はい、タグで、はい、で、あとは好きな球団を選んでください。まあ私はガリバーズ。これ一応12球団、実在する12球団と関連付けられてるらしくて、まあ、ガリバーズは巨人、ジャイアンツですね。ジャイアンツと、はい、あれ、紐付けられてるらしいです。僕はバイソンズで、オリックスで、言います。はい。はい。というところで、まあ、こういうふうにね、まあ、方法とか決めたんですが、まあ、こちらちょっと後、ちょっとなかなか長くなるので、始めてから説明させていただきたいと思います。はい。では。こんにちは、OK です。はい。じゃあ、そろそろ始めていきましょうか。じゃあ、このハイを押した瞬間からタイマーがスタートするので、よろしくお願いします。5、4、3、2、1、5、はい、スタートです。はい、じゃあ、はい、まず最初ですね、このチュートリアル、いきなりチュートリアルはないんですけど、この上にね、弾が3つあるんですけども、この球を持つと、まあ、こう筋力、素早さ、技術っていう、まあ、3つあるんですが、まあ、こう、パワープロ君をやったことある人だったら分かると思うんですけども、レベルというかね、能力値が上昇するために、こう筋力、素早さ、技術っていうのが必要なんですけども、まあ、この球を持つと、持ってる球分、あのポイントが上がりやすいというふうになってます。そうですね、筋力の球を持ってると、まあ、筋力が上がりやすくなります。うん、なので基本的にこの RTA は、まあ、パワーが全て重要になってきますんで、筋力の球だけ持ってレベルを上げて筋力ポイントをガンガン上げていくっていうのが、まず一つとなってます。で、まず炭酸と、僕が今やってることなんですけども、このダンジョン、まあ最初下りダンジョンって言ったんですけども、この下るためにこの階段の鍵っていうのが必要になってまして、これをまあ25本まあ取って下っていくんですけども、まあ RTA なんで、まあ素早く降りていくと。ですので、まず最初にこの確定で湧くこの 1F で、まあ大体8本ぐらいキープして、で、降りていくと。
ということになってますので階段やばすぎる。まず最初いきなり、鍵ガチャ始まります。私まだ2本しか集まってないですでちょっと悪いですね。1F で、まあ1本は確定で降りるんですけども、もらえるんですけど、まあ 1F から 2F に降りるために1本消費するんで、まあ、たまにこの鍵かける2っていうのがあるんで、その2を、まあ、拾うと。まあそんな感じで、まあ、まず鍵ガチャの時間が始まります、ね、これちょっと2分ぐらいで抜けたいんですけど、ちょっと運悪いですね。ガジェさんはどんな感じですか？僕は8本です、ね、あーもう始まる。いや、もう1本取ります。もう1本取ります。はい、もう1本取ります。いやマジで出ねえな、どうなってんだ俺こんなになんか運悪いの久々だな。あ、降りまーす。はいはい、私降りまーす。まだ4本でーす嘘、ちょっと待って待って待っておー、なんか今日とか引くからでしょこれ絶対あ、大吉、あ、なるほど、ありがとうございます、本当に。いやー、これもね、事前では、まあここから、まあ、ローグライクっぽい感じが始まるですよね。まあ、ね、こんな感じで、まあ、バットならぬ剣を持って、まあ、蹂躙してってるんですけども、はい。もうね、野球は細長いバットを持ってやる、スポーツ。で、このゲームも細長い剣を持って戦う。ゲームということはもうこのゲームは野球ゲームですね。そうですね。まあのたまですか。今何個？やっと、あー行くか、行こう。私も行きます。ほんでこのゲームなんですけども、まあ敵を倒すと、まあ確率で、まあお肉を落とすんですよ。まあお肉、まあね。空腹の概念がありますんで、だから床に落ちてるのは、まあ食料はあまり落ちてなくて、基本的に敵を狩ってお肉を食べていくっていう風になるんですけども、あの僕のチャートはその 1F に落ちてあるレーションをまあ2個拾って、まあ中盤に出てくる敵を買って、まあ、食料を確保していくっていう風な形になってます。で、まあ、特定の敵のお肉を食べると、まあ、特殊能力がもらえることがあるんですけども、まあ、全てが全てプラスではなくて、まあ、プラスの能力値がついたりマイナスの能力値がついたりするので、まあ、極力、まあ、プラスの、まあ、お肉を狙って、まあ、買って食べたりとか、まあ、そういうこともあります、ね、そうですね。まあ、ただお肉にはマイナスの能力がつくこともあるんで、あんまり不用意には食べたくないんですよね。なので、まあ、基本的には、はい、まあ、まあ、あまりお肉をガバガバ食わない方が、まあ、いいかなと。そうですね。今私が倒した方の傭兵っていう敵の肉なんですけど、例えば人気者っていうプラスのスキルがもらえるんですけど、このゲーム的には人気者って敵の初期配置が多くなるっていう効果なんで、もう着いたら地獄ですね。おう、だもう、あ、その敵が多い中を進んでいかなきゃいけなくなるんで、もうそういうのを避けるためにできるだけお肉は食べたくないっていう感じのプレイを多分ガジェさんはしていくと思います。そうですね、基本的にはあの能力があまりつかない、例えばまあレーション、まず最初に拾ったレーションだったり、あとはまあ敵の肉の種類によってあの空腹の回復量が変わってくるんですけども、まあ一気に回復するキノコの肉があって、まあそれは積極的に拾っていくっていう感じですね。あとは私は結構いろいろ食べちゃうんですけど、ああ、まあそこら辺はまずでプレイスタイルに合わせてって感じですね。そうですね。あとはそうですね。で武器によって
耐久値っていうのが存在してます。まあ、とあるゲームにあるようなね、耐久値があります。で、それがまあ、ゼロになったらもちろん壊れるんですけども、まあ、それを修理するお店だったり、アイテムだったりあるんで。で、後半、終盤戦になってくると、まあ、このゲーム、割合ダメージっていうのがなくて、こっちが弱すぎると、弾かれたっていう判定になっても、ゼロダメージしか与えられないので、基本的に武器は、武器とレベルは基本的に拾ったり上げたり、気を見て上げていく。そうですね。で、まあ、さっきから私がちょいちょいやってるんですけど、これレベルアップするだけだと、まあ、あんまり能力上がらなくて、このパワーポケの特殊、基礎能力、パワーポケ特有のこの基礎能力を上げることによって、もう、この不思議のダンジョンとしての能力も上がっていきます。投手の場合は、スピードを上げることによって火力が上がるんで、基本的にスピードを上げていきます。野手の場合は、パワーを上げると、火力が上がるので、パワーを上げていきます。そうですね。うん、で、まあ、野手でいうと、あと、まあ、ミーと、まあ、よくあるパワープロ君でよくある、ミーとパワー、総力、肩、守備ってあると思うんですけども、ミーと上げると、命中率が上がります。で、パワー上げると、まあ、近接攻撃が上がる。で、肩を上げると、遠距離攻撃がの火力が上がる。で、総力を上げると、回避率。っていうのが、まあ、あって、僕は基本的にパワーと総力だけ上げていくという形になっています。はい。で、投手の私は基本的にスピードとあとは変化球を上げていきます。で、変化球は、上げるの上昇させると、時々相手に追加攻撃をすることができるという効果を持っているので、それでダメージを稼いでいく戦法になってます。で、投手と野手の違いについてなんですけど、ちょっとここで軽く触れておくと、簡単に言うと、投手は、攻めチャート。野手は結構守りチャートっていうふうに言われてます。っていうのも、投手は、スピードを上げた時にかかる、攻撃力への補正値が高いので、結構、少しスピードを上げるだけでも火力上がっていくんですけど、その代わりに、アイテムの持てる数、を増やすための能力値がなかなか増やせないということで、身を守るアイテムが少ない状態で降りていくことになります。なので、結構攻めチャートっていうふうに言われたりします。で、野手は、そのパワーを上げつつも、その アイテムの重量、総重量、アイテムの持てる量を増やせる、能力値も増やせるので、まあ、ウォーグとかを持って先に進めるので、守りチャートっていうふうに言われています。特に野手はもう本当にアイテムが持てなさすぎて防具すら持たないんで。投手は、アイテム持てなさすぎて、もう防具持たないんで。野手はどうですかね？どれぐらい防具とか持ちます？現在、レベル13で、重さが36なんで、まあ、やっぱり野手の方が、持てやすいですね。で、あと、この、まあ、重さっていう、その先ほど炭酸が言った重さっていう概念がありまして、このゲーム、この重さ、まあ、各アイテムに、まあ、総重量というものが存在してまして、まあ、持てる重さの5分の1の量をキープすると、命中率と回避率が上がって、さらに、2回攻撃ができます。はいはい。おそらくそれを想定とした、難易度になってるので、まあ、基本的にはこう重さをすごい意識して持ち物を、そうですね、は取ってます。なので防具は基本持てません。防具持てないだけだったらいいんですけどね。なんか結構打開アイテムとかもなかなか持ちづらくなるんで、投手だと本当に持てなさすぎて、ここが難しいところですね。
あとは何か説明してないところは、あとポジションの話ですね。ポジションは、アンさん。はい。呪い機関が完成しました。お、いいですね。はい。呪い機関の、お話をしていただければ。はい、呪い機関なんですけど、このゲーム、当然、他のローグライクの例に漏れず、祝福と呪いという概念があります。こちらなんですけど、祝福されてるアイテムはやっぱり使用するといい効果が発動したり、あとは総重量が軽くなったりという、恩恵を得られます。で、呪われていると、悪い効果が発動したり、総重量が2倍になったりと、結構悪い効果が発動します。で、その中で、機関のカードをあえて呪わせるっていうことを、この TA ではやっていきます。なぜ、これはなぜかというと、呪われた機関のカードが、今までで一番深くまで潜った階層に、ワープすることができるという効果を持っているからです。どういうことかっていうと、このゲーム実は、一回死んでも、一回に戻されるだけで、ゲームオーバーにならない、アイテムをロストしたりとか、やり直しになってはしないゲームなんですね。なので、その、一番下まで戻れるという、呪われた機関のカードを作っておくことで、死んでしまった時に、リカバリーとしてすぐ再階層に戻れるように作っておきます。まあ、今回は一発勝負というか、まあ、イベントなんで、まあ、呪い機関は必ず作ろうという2人の強い意志のもと。そうですね。はい。まあ、作るのにも、まあ、時間はかかるんですけども、まあ、作った方が、まあ、もし何かあった時のために必要なので。そうですね、はい、ただこれ結構燃えちゃうんですよね。このゲーム罠とかで結構機関のカードとかが燃えるので、燃えてなくなってしまうんで、まあそこはお祈りって感じですね。大体燃えてる気がしますね。大体燃えてジレクまで降りて呪いの機関を作り直す羽目になって、そ, うですね。まあ、それでもやっぱ20回とかまで潜り回すのよりは早いんで、感じですね。そう、まあこのゲーム、まあ、まあ見ていただいたら分かる通りすごい罠にかかってると思うんですけども、まあ罠の概念ももちろんありまして、まあ中には凶悪な罠もあって、まあ中にはアイテムを燃やしたり粉々に砕かれたっていうの無情なものも出たりとか、まあいろいろあるんで、何度泣かされたことか、それで、うん、あとまあコメントにまああるんですけども、まあ基本的に斜め移動とかはできません。で、ないですね。でちょっと前にコメントはあってちらっと見えてたんですけども、クリアしたキャラクターは普通に使えますんで。使えますね。使えますんで、ご安心ください。ご安心ください。はい。剣振り回して野球するキャラではなくなるんで、大丈夫です。あ、鋼の斧拾った。鋼の斧拾いましたか？いいですね。鋼の斧はなかなかいいですよ。まあ、結構序盤から拾える装備なんですけど、火力がかなり高くて、これがあるかないかだけでもう多分普通の鉄の剣とかを使うよりかは 1.5 倍ぐらい火力が出るのかな、多分それぐらいは出ますね。かなり強い。あ、僕鋼の剣拾いましたね。あ、いいですね。鋼の剣も火力がそこそこ高いんで、はい。で、あとそうですね、まあなんかふわっと見ててなんとなくわかると思うんですけど、敵の動き方がすごい独特なのがなんとなくわかると思うんですけども、このゲーム敵の行動ルーティーンめちゃくちゃですね。近づいたり離れたりっていうのが基本的に多くて、そうですね、はい。まあ基本的に通路に逃げると寄ってこないですけども、僕階段ないな、どこ結構階段探すの大変なんですよね、このゲーム。待って、集中する、ちょっと待って、はい、階段ね、一応マップは存在してるんですけど、あれなんですよね、この画面内に映ったものしかマップに表示してくれ、そのマップを開いても表示してくれないので、機関の
呪いキャラ2枚作ったんですけど、1枚燃えました。あ、けど、まあ、はい、どこに結構うろちょろ。これでうろちょろさせられると、で、これ場合によっては、積みフロアあるよね、これ。多分。本当にないと、積みフロアの可能性が。戻ります。戻った方がいいですね。これ多分積んでるんで。このゲーム、殴ると壁が掘れるという仕様に甘えて、時々積みフロアができることがあるので、はい、戻ります。多分壁の向こう側のどっかに階段部屋があるんじゃないですかね。はい。はい。まあ、しょうがないですね。しょうがないですね。あります。しょうがないですね。まあ、まあ、よくあることなんで。まあ、切り替えてみましょう。切り替えてみましょう。はい。階段の鍵が足りねえ。どうしよっかな、これ。どっかで稼ぎたいな。これ、ほんとこれ22階、25階まであるんで、25階までのプランニングをしながら降りていかなきゃいけないんですけど、ちょっと鍵が全然落ちてなくて、25階まで行けるプランニングが立ってない状態なんで、ちょっとこれどうしよっかな。まあ、こういうのうん、はい、そうですね、鍵なんですけども、まあ、最初に鍵集めしたとは思うんですが、その鍵集めで、まあ、25本持って降りりゃいいじゃないみたいな考えが出るとは思うんですが、鍵も重さの概念があるので、持ちすぎると重量オーバーになるので、そこら辺は難しいですね。そうですね、はい、だから先ほど炭酸が言ったみたいに、きっちりプランニングを立ててやっていかないと困るはめになるんで、はいはい、まあ、その解説の裏で、壁を素手で掘って、周囲屋の壁、店の壁に穴を開けました。あ、また掘ります。画面側の一マスも壁挟んで向こう側に階段見えるんで素手で掘ります。まあ、これ見ても分かってもらう通り、これ結構一発で壊れるときもあれば、10発、20発だけでも壊れないときあるんで、ここはちょっとお祈り要素ですね。ただ、なんか嫌な敵いるんだよな。お前強いんだよな。お、いいね。お前も見たいな。別にいいかな。まあ、こういう風に、敵を結構かわしながら進んだりできるんで。はい、20F 到達しました。早いですね。はい。19分 20F。まあまあまあ、ちょっと、どうだろうな。普通って感じかな。あ、20F。20F 以降は敵が凶悪になってきます。まあ何を、はい、まあ何があるのかっていうと、まず、転移、主人公の近くにいきなりワープしてきて、まあ4分の1ぐらいのダメージを与えてくる敵が出てきたりとか、無限に遠距離攻撃してくる敵が出てきたりとか、まあ、大量に出てきますので、基本的には逃げ。今、私が絡まれてるのが、無限射程の。やめて、やめて、待って、死ぬ。死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。待って。頑張ってください、炭酸。遠距離持ちのエルフと炎の精霊と氷の精霊に絡まれてます。一回死んだ方がいいんじゃないですか。いやー、大丈夫です。なんとか耐えました。はい、雨は砕かれました。この氷の精霊と炎の精霊、何がやばいかっていうと、すごい射程で攻撃してくる上に、ダメージが痛い上に、さらに、炎の精霊の攻撃を食らうと、カード、機関のカードとか持ってたんですけど、カード系のアイテム、まあ、巻物ですね。他のシリーズでいうと、この巻物系のアイテムを一つ、選択して燃やしてきます。で、氷の精霊は、なんだっけ、弾か、弾と雨のアイテムを、粉々にしてきます。いや、弾が、他のシリーズでいうとこの杖、雨が他のシリーズでいうとこの草ですね。はい。お前そんな能力を遠距離から打ってきてええんかって感じなんですけど、無理やってきます。ちょっとまたいるんだけど。ちなみにこのゲーム、遠距離攻撃は、まあ、普通は通路に逃げたら撃ってこないと思うんですけども、このゲーム、通路に逃げ込んだら、永遠撃ってきますんで、はい、逃げれなくなるんで。このゲーム、通路という概念、通路と部屋という区別の概念が存在しません。
はい、いや結構フラフラ敵が動いてて避けやすいかなと思いきや、まあそういうね裏もありますよということで。ああ、ちょっと待って、悪魔がやばいやばい。私の画面見ていただいて分かる通り、今みたいに悪魔がすごいワープしてきます。はい、22回。ちょっと待って、これきついな。敵の配置がきつい。あ、でも階段近い。もう23回ですね、私を。僕あとちょっとで到達しましたね。あ、24回です。早い、いいね、いいね、結構早い。後半加速してます。はい、今自己ベベースです。はい、集中していただいていいですよ。集中していいですか。はい、はい、私これ26分なんで、はいはいはい、このまま行けば 2分ぐらい更新できる可能性が今出てます。どこが入ったのこれ。敵に絡まれてるんで、もう絶対無理なんで。はい、もう行ってください、ムタンさん。もう行きたいですね。集中してください。行きたいんですけど敵が痛い。ちょっと歩くか。ああ、どこだこれ、階段全然見つかんねえ。ここに来て、これ積みフロアじゃないかこれ。一回戻った方がいいんじゃないですか。一回戻った方がいいかもしれないですねこれ。はい、戻りましょう。とかちょっと探せてないだけかもしれないですけど、ちょっと一通り回ってなかったです階段。ちなみに僕はもうあの階段に超嫌われてますね。辛いですね。階段ないですね。そうですね、炎、まあ精霊系はすごい強いですね。25来ました。25ボス戦です。ちょっと待ってください。とりあえず足踏みして回復します。はい、このゲームのボス25回のボス戦は、ガンダロボ、カメラですね、シリーズによく登場、毎回登場するカメラという悪役の、キャラクターが乗っているガンダーロボと戦います。こいつ第一形態と第二形態があるんで、まずとりあえず殴ってきます。こんなね強さなんて なかなか勝てない、ちょっと怖いんで、ちょっととりあえず殴って良すぎます。いやー、まあボスですからね。もう強い。ああ、もう絶対強いですよ、絶対強いです。なんかパワーアップしました。もう気をつけてくださいよ。はい、パワー切れました。ファニングアタック、パワー上がってきました。1、2、3、4、5、6。はい、殴ります。あ、パワー切れましたね。もう一回殴ります。あ、今度エリクトリアタックですって。1、2、3。いや絶対強いですよ。強い。2回殴ります。あ、パワー切れましたね。2回殴ります。次フロストアタックらしいです。やばい、やばそう。1、2、3、4。危ね、逆打った。気をつけてください、はい。アイアンガードは硬くなった。あれ待って、ずれてる。一旦ずれてる。またアイアンガードか。1、2、3、4、5、6。まあ炭酸がカウントしてるのは歩数なんですけども、このガンダロボは歩数によってパワー切れを起こすので、はい、数えてます。はい、ちゃんと数えて、はい、倒したんで、タイマーストップになります。ここで、ね、選択肢を排除したらタイマーストップになります。はい、タイマーストップでーす。なんかちょっと、いいの忘れちゃいましたね。はい。あ、ごめんなさい。はい、じゃあ僕も行きます。はい、まず、前半戦は普通に殴ります。殴ります。はい。まあね、はい、こいつ殴っても30ダメージしか食らわないんで。普通にもガンガン殴っていきますから。で、なかなかやるでダンスねって、殴ります。で、フロストアタックなんで、1、2、3、4、5。で、歩いて、まあ、一応安定取っていきます。はい、ここから6歩、1、2、3、4、5、6。で、殴ります。すると、パワー切れが来るん で、もう一回殴ります。このターンパワーチャージするんでね、はい。4、1、2、3、4。で、殴ります。はい、パワー切れ。切れます。で、もう一回殴ります。んで、倒せます。はい。はい。はい、という感じで、道中の時はかなり強いんですけど、ラスボスはめちゃくちゃ弱いという感じになってます。はい、ということで、はい、で、ここでハイを選択してタイマーストップです。はい、私はちょっとクリアも画面までしてもらっちゃった。あ、じゃあせっかくなんで、はい、行きますか。すみません、早すぎましたね。はい
早すぎましたね。めちゃくちゃ調子良かったですね、今回。調子良かったですね。はい。私は、こっちのタイマーだと25分25秒。私の方のタイマーだと25分25秒なんで、40秒近く記録更新しました。おめでとうございます。ありがとうございます。本番で更新。更新を。はい、しました。よかったですね。よかったですね。はい。はい、僕は、こっちで26分26秒ですね。で、まあ、一応、自己ベが22分42秒なので、まあまあまあ、まあ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 よ、まあ、かなり安定を取ってるんで、はい。そうですね。はい。じゃあ、せっかくなんでね。まあ、せっかくなんで。この鍛えた私たちのキャラクターを、ぜひぜひね、使っていただきたいということで、視聴者プレゼントのお時間です。はい、わー、いいですね。いいですね。ぜひね、この。ぜひね。このパワー、ミーと G、パワー E、総力 D、肩 F、守備力 E、で、特殊能力何も持ってない、この最強キャラクターをね、ぜひ。ぜひ、はい、私の方は、スピード、投手なんですけど、スピード 99km、コントロール104、スタミナ21、パームがなんとレベル5です。で、特殊能力は怪我丸だけ持ってます。で、ぜひね、このキャラクターを。怪我丸とバント丸ですね。はい。あ、はい、じゃあ、エンディング。あ、エンディング流しちゃった。じゃあ、せっかくエンディング流して。じゃあ、飛ばしちゃったわ。はい。あ、じゃあ、音声こっちにつけていただいて。はい。あ、今パスワード出力をしてます。私の方は先に。はい。ぜひね、興味、もし欲しい人がいたら、もらってあげてください。すみません、なんか、ちょっとね、コメントをちょっと見れなくて、申し訳ないです。ちょっとね、やっぱり、やっぱりバタバタするよなと思ってて、このゲーム、ちょっと油断、隙見せたらすぐ死んじゃうゲームなので。はい。こうやって2人でベラベラ喋ってる中かなり集中してたんで、はい。まあけど良かったですね。良かった。そうですね。死なずに。まあでも、はい。まあこのゲームのこの RT の醍醐味は機関呪いだとは思うんですけど、はい。まあそうですね。リカバリーするところもちょっと見せたかった気がするんですけど、はい、見せたかったんですけど、まあ一発で行くで結構ね、越したことはないんでね。はい、まあなんせ。私は大吉引かせていただいたんで、はい、はい、私今日3回おみくじ引いたんですけど大凶凶凶でしたけど自己ベ更新おめでとうございます。ありがとうございます、はい、ということで感動のほら感動のエンディングだぞ泣けよ全くストーリーが分からないから泣きようがねえんだよなちなみに、このパワーポケというゲームね、パワーポケダッシュというゲーム、表サクセスの方野球ゲームなんですけど、じゃあ、なんか明るい話かっていうと結構そんなことはなくて、開幕で父親がホームランボールが、頭に直撃で死ぬという衝撃の展開から始まるゲームなんで、ぜひね、興味が、それで興味を持った人がいたらね、はい、やってみてください。はい、はい、じゃあ、僕のパスワード出力はこちらとなってます。はい、ぜひちょっとスクショを撮っていただいてね。スクショを撮っていただいて。はい。長々と表示してもあれなんで。はい。はい。じゃあそうそう、この画面映しながら。映しながらでいいですか？ちょっと炭酸、はい。どうでしょう？なんか宣伝。宣伝、ああ、そうですね。中堅の宣伝しますか？中堅の宣伝、終わったんだよな。今日の朝終わったんだよな。はい、はい、まあ、私、実は中堅とこれっていうふうに2作品出させていただいたんですけど、さらにこの後、この後じゃないですね、もう明日ですね、明日の鳥の、フライの試練2、最果ての道、99FRTA の方で、解説を務めさせていただきますので、そちらの方もよろしくお願いします。最後のね、はい、今回、今企画の最後の作品となりますので、まあ、ゆっくり見ていただければと思います。はい、私の方からは以上です。はい、じゃあ私、まあ今回ねこんなちょっとバタバタで申し訳ないんですけども、まあ炭酸と、まあ、今回、まあ、3回目、まあ、解禁賞ということで何かしらの形で出させていただいてありがとうございます。というのもつかの間、
まあもしねこの最終日のお昼頃ですかね、あのもしタイミングが合えばあのバックアップとして、とあるゲームもしかしたら出てくるかもしれないんで、まあ、その時はまた、はい、はい、よろしくお願いいたしますということで、はい、まあこんな感じでこの画面見せて、次はこれちょっとねあのぐちゃぐちゃになったんですけども次はコマドさん、ズズズさん、リフさん、チャメガネさんによる、少年ヤンガスのレースです。引き続き、不思議のダンジョン RTA フェスお楽しみくださいということで、はい、じゃあお後がよろしいようで、はい、はい、ありがとうございます。これにて私たちは、パワーポケダッシュ、ジュークダンジョン編グイッチレスの RTA は、これにて終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ではでは失礼します。よろしくお願いします。